さあイベントストーリー第2話やっていきましょう。移動車内ということでね、これアスレチックに向かってるんですかね。なんな、ご褒美の高級カニって何かな、ジョーンズストーンクラブ、ダンジネスクラブ、それともやっぱりズワイガニ、ここに来てやっと分かる名前が来た、ジャパニーズズワイガニ、素晴らしい。純ちゃん、カニってそんなに種類があるんだ、早く食べたい食べたい。そしてね、純ちゃん勝たないと食べられないんだよ。レイカ様、もう二人とも今から勝った時のことばかりだと足元すくわれるわよ、まずは現地に着くまで、心を落ち着かせるべきだわ、それも大事だ。ミュウミュウ、ふぅ、どうしたふぅなんて言ったけど、もっとね、重い感じですね、ふぅみたいな。レイカ様、ミュウ、もしかして結構緊張してる？うん、ここに気遣うレイカ様、さすがですね。ミュウちゃん、みんなカニで盛り上がってるし、足を引っ張ったらどうしようと思って、ねあのね、ミュウちゃん大丈夫よ、みんながフォローするから大丈夫よ、もし失敗しても誰もあなたを責めないわ、その通りだ、それに私もいるんだから安心してちょうだい。足りなかったら申し訳ないけど、そんなことないよ、レイカ様がいるって心強い。どうしようかな、ミュウを気遣うレイカに頼りにしてるよという、サクラと、ズワイガニについて語る、ジュンに一番好きなカニ料理を聞く、そうだな先生、ここはレイカ様でしょう。レイカ様、先生、気を使っていただいてありがとうございます。でもそう言われると嬉しいものですね、頼りにしてますよレイカ様、ポンコツだけどね、期待裏切らないためにも、チームに貢献できるよう頑張らなくちゃ、頑張れ。まあ、レイカさんもいつもね、そのチームのために頑張ってますよね、グループのために、レイカ、話してる間に目的に着いたようね、さあみんな降りて準備しよう、これから準備運動でしょうかね、ランナー、会の話をしてたらあっという間だったね、よし降りたらまずは準備担当しなくちゃ、その通りだ、レイカ様、元気なのはいいけど途中でバテないでね、いつもレッスンで体を動かしてるから大丈夫だとは思うけど、レイちゃん体力、やっぱり心配だな、大丈夫よ、みんながついてるよ、大丈夫だよみーちゃん、そしてね、山道ということでね、登ってるんですね今、純ちゃん、ここがスタート地点かなって、あれれゆうきたちのチームはあれ、どこにいるんでしょうか。おう、コースが違うからスタート地点は別なんですね。よし、レイカ様、でも目指すべきゴールを同じ、カメラも回ってるし早速出発よ、カメラも回ってるんだ、な、みえみくわそう、大丈夫だって、とにかくやってみよう、順ちゃん、順ちゃん、いつものダンスレッスンの方が大変なぐらいだよ、大きいね、でもアスレチックだから歩くだけじゃなくて、この先何かしらの遊具があるんだよね、あ、まだ遊具やってなかったの、それ順調とこ行ったのかお前、そうね、純ちゃんお前って言っちゃった、純ちゃんね、ごめんね、レイカ様、さくらの言う通りよ、この地図を頼りに進めばこの先に何か遊具あるんでしょうか。ミュウ、あ、何か発見しましたね、ミュウ、どうかした、見て、木の上猫が、あれ遊具じゃなくて猫を発見しちゃった、猫、にゃー、あ、ちょっと降りられなくなっちゃったのかな、あ、ほんと猫ちゃんがいる、ん、でも待って、何か困ってない、オーマイガー、きっと登ったは息を降りられないんじゃないかな、ねえ撮影中だけど捨ててあげない、そうだちょっとねえかわいそうだからね、さあどうしよう、ミを肩車する、レイカを肩車する、さくらを肩車する、純を肩車する、まあセオリーに行けばね、ちっちゃい純ちゃんを肩車するのがセオリーなんでしょうけど、ここはね、嘘、レイカ様で行きましょうはぁ肩車、よし、この反応待っていました、ちょっと先生本気で言っていいですか、僕は本気です確かに高さはありますけど、そんなハレンチなことをしなくてもきっと手を伸ばせばなんとかなるはずです、ここ車しましょうよハレンチ先生登場はぁ、肩車楽しかった、結局純ちゃんだったんですね、結局純ちゃん肩車したんで、チーフレイカ様したかったぜ、
猫ちゃん無事だったし、めでたしめでたし、うん、よかった。でもね、ここの子やデカ様買ってくれてもしたかったな。まだ言うか。ジュン、それにしてもこの子真っ白ですごく綺麗だよね。ここに住んでる野良猫ちゃんかな。そうだね。猫といえばね、花川翼さんですよね。うん、多分そうだと思う。首輪もないし、うん。でもどうして木の上なんかに、野生で木の上にいてさ、追い出れなくなったってなったら、もうそれは生死にかかることですからね。なんでいたんでしょう、木の上に。レイカ様、ミュウ、ここは山の中よ。きっと外敵からミュウを守るためだったと思うわ。だったら下ろしちゃってよかったのかな。私たちも気を捨てた方が良さそうね。何がいるかわからないわけだし、うん、まあ、山の中危険ですからね。もうレイカちゃんあまり驚かさないでよ。それよりせっかくの撮影なんし、もっと楽しくやろう。そうだね、画面に映ってるんですから楽しくやらないと。そうだよ、楽しくね。あ、そうだった、ほほん。それじゃあみんな、ハプニングがあったけど先に進むわよ。うん、ここはなんか編集でカットしててください。